どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日も新作映画を1本ご紹介しましょうということで、今日は新作の日本映画ですね、ノイズ。予告犯などの漫画原作者、筒井哲也氏によるクライムサスペンス漫画ノイズの実写映画化となっております。藤原竜也さんと松山ケンイチさんのダブル主演。そうです、この2人。デスノート以来、実に15年ぶりのダブル主演ということになるんですね。これはね、胸熱なキャスティングですよ。デスノートでは敵対する関係でしたけども、本作ではある殺人事件を通して真逆の一蓮托生の関係となっています。上映時間128分と、かなりね、見応えのありそうな尺になっていました。舞台は時代に取り残された過疎に苦しむ孤島猪狩島です。藤原竜也さん演じる泉慶太という青年が黒いちじくの生産農家なんですけど、このね黒いちじくが高く評価されたことで、島には地方創生推進特別交付金なんと5億円が支給されることがほぼ決まって、町長をはじめとする島民の皆さんは大いに湧いているという状況なんですね。まだ30代若い慶太は島の救世主とまで言われて、老人たちからは大いにもてはやされています。黒木華さん演じるかなという、奥さんがいて、幼い娘の3人暮らしで泉農園のオーナーでもあるわけですよね。この泉慶太相当のやり手というわけです。そんな彼には親友とも言える幼なじみがいます。それが松山ケンイチさん演じる、漁師の田辺純、そして新米として島の駐在所に赴任してきた守屋慎一郎、こちらを神木隆之介さんが演じています。彼らは生まれも育ちももちろん猪狩島なんですね。島は犯罪なんて何一つない平和な田舎なんですけど、ある日小坂睦夫という若者が島に渡ってきたことで雲行きが怪しくなってくるわけですよ。小坂は元受刑者の殺人鬼でシリアルキラーでね、保護士と一緒に就職先を訪ねるために島に来たんですよ。その就職先というのが泉農園なんですね。彼は泉農園の記事を雑誌か何かで記事を読んで、ここに勤めたいということでやってきたんですよ。だけどね、こともあろうにその島で一緒についてきてくれたね、お世話になった保護士を殺しちゃうんですよ。さらに慶太にも接近してきます。娘の姿が見えなくなって小坂に誘拐されたと思った慶太は彼を追及しますが、揉み合った際に誤って彼を殺してしまうんですよね。現場は慶太の温室の中、その場にいたのは純と慎一郎の3人だけです。ここで慶太が逮捕されてしまえば、地方特別交付金は、当然おじゃんとなり、島の命運は尽きてしまう。そこで3人は死体を隠して事件を隠蔽することを決意します。目撃者が他にいないんだから大丈夫だと思っていたんだけど、保護士の失踪を不審に思った畠山という刑事が、保護士がね担当していた小坂睦夫の足取りを追って猪狩島までやってくるんですよね。さらに保護士の死体が島から発見されて、多くの刑事たちが島に渡ってきて捜査本部が立ち上げられます。当然ね、島民たちは騒然としますよ。慶太たち3人は何とかして死体を隠蔽しようとしますが、そこに第2第3の殺人が起きてしまいみたいなね、そんなお話になっていました。それではまた、これからね詳しくレビューしていくわけなんですけど、その前に映画の評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金1800円に対して、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけていきましょう。映画ノイズ、評価額はズバリ1100円、良作です。全体としてミステリー色が強いクライムサスペンスって感じかな。これね、原作はコミックなんですけど、漫画なんですけど、僕はね、この漫画読んでません。全く読んでない状態で映画鑑賞しました。この手のミステリーって、この、原作のあるミステリーって、当然なんだけど、原作を読んだ人は結末を知っているので、原作をそのままね、再現しては、それはね、サプライズありませんよね。もう犯人知ってるわけだし、動機も知ってるわけですから。僕は原作は未読なんだけど、実はね、その前に映画を見てから、ネタバレサイトで原作の結末を確認したんですよ。前もって言っておくと、本作は原作とはまるで違うエンディングを迎えることになります。作り手は果敢に、冒険したこと、このね、改変したエンディングを全く変えたこと、これはね、冒険ですよね。果敢に冒険したとね、褒めてはあげたいですよね。だけどね、残念ながら、この改変が本作の評価を下げてしまっているポイントになっているんじゃないかなと思いました。なんだかんだ言って、原作の落としどころが一番整っているんだと思うんですよ。実写映画化にあたってラストの部分を変えたわけなんだけど、これはね、改良ではなくてむしろ改悪になってしまったのかなと思いました。さらにこの変更によって物語のテイストがガラリとね、大きく変わってしまっています。原作のラストは希望の持てる、どこか前向きに受け取れるものだったんですけど、映画版はね、どちらかといえばネガティブな感情しか湧いてこない。いわゆる、むしろ胸クソドラマになってるんじゃないかな。これはこれで画期的だし、面白い改変だとは思うんだけど、作品のテイストを変えてしまう必要があったのか、ちょっと疑問に思うところですね。序盤から中盤まではスリリングに展開していくし、この先一体どうなっちゃうのみたいなね、興味がずっと引っ張られました。途中、これね、ほんととんでもない悲劇。これは原作でも起こる悲劇なんですけど、とんでもない悲劇が起きて、ここがクライマックスというか、本作のハイライトになってはいるんだけど、映画版の方はね、ここから先が急速に失速していくんですよね。いろいろと謎も多くて不安定な気持ちのまま物語を見守ることにはなるんだけど、ラストの大どんでん返しは、驚いたというより、それなのって感じなんだよね。意外な真相の整合性とか合理性とか詰めていくと、結局消去法的にそういう結末になるよね的な、作り手の画期的なアイデアが発動したというより、サプライズにするなら、これぐらいしか落としどころがないよねっていうことで採用されたような大どんでん返しといった印象でしたね。作り手もね、おそらく、この映画の作り手もおそらく、あんまりよろしくないラストだなと思いながらも、他に打開策がないから、しょうがなくそれを採用したいきさつがあったんじゃないかなと僕は邪推しています。それだったら、原作を改変しない方がよかったねって話なんですよね。原作と違うラストという、冒険心はね、大いに買いますけども、それはあくまである程度、腑に落ちた場合ですよ。今回は腑に落ちることはなくて、むしろいろいろ不自然なんじゃないかなと思いました。このラストを採用することによって、キャラクターにも微妙なね、ブレが生じているんですよね。ケイタもジュンも、終盤も終盤で、絶望的な会話が交わされるわけなんだけど、ちょっとね、キャラ崩壊が起きていたんじゃないかなと思うんですよ。ネタバレになるので、詳しくは触れませんけども、特にケイタの猜疑心についてはね、多少引っかかりを覚えましたね。逆を言えば、原作のシナリオはかなりよくできていたと思うので、やはりこんなことなら原作に忠実で良かったんじゃないかなと思いました。ミステリー作家としては、多くの点でこのプロットには無理があるんじゃないかなと思いましたね。今回はですね、正直かなり警察が間抜けというか、あれだけ多くの物的証拠を残しておいて警察を騙すのはさすがに無理があると思うんだよね。あれ鑑識が入ったらこれはごまかしきれないと思うんですよ。特に履歴書が入った封筒が、刑事が啓太に疑惑を向ける大きなきっかけになるんですよ、この履歴書。でもさ、これ指紋とか調べれば簡単に真相に行き着くと思うんですよね。警察の捜査において大いにリアリティが欠けていたんじゃないかなと思います。はい、あとね、よく分からなかったのはこのね、小坂睦夫というシリアルキラー、冒頭に出てきて、で結局啓太たちがそのシリアルキラーを殺してしまうんですけど、一体全体このねシリアルキラーは何をしに、何が目的で何がしたかったんだっていうのがよく分かんないんですよ。なんか保護士さんと一緒に、結局この泉農園に就職したくてわざわざ島に渡ってきたわけですよね。だけどこの島に渡った時の彼の一連の行動原理っていうのがよくわからないんですよ。何がしたかったのか。で保護士まで殺しちゃうわけなんだけど、なんで殺したのかもよくわかんないし、これはね、なんでわかんないかって当然ですよね。彼のバックボーンが全くこの映画では描かれていないんですよ。これどうなんですかね。コミック、原作コミックの方ではこの小坂のバックボーンがきちんと描かれていたんでしょうか。だからね、彼の行動がちょっとね分からなかったんですよね。なのでだからこの小坂っていう人物はね、この物語を起こすきっかけ、道具として使われているみたいな、そんな印象だったんですよ。まさにこう便利に島にね事件を起こしてくれる便利なキャラクターとして登場させたのかなみたいな、そんな印象なんですよね。この映画ね128分も尺があるんだから、なんかねもうちょっとこう小坂という人物はある程度バックボーンを描けたんじゃないかなと思うんですよね。いらないシーンもいっぱいあったし、いらない描写もいっぱいあるから、そこら辺全てカットして小坂をもうちょっと描いた方が良かったんじゃないかなと思いました。はい。といろいろあげつらってはきたんですけど、つまらないなんてことは全然なくて、128分とねそれなりの尺を退屈することなく鑑賞できたので、最近の日本のミステリー映画を思えばかなりねマシな方なんじゃないかなと思いますね。本作の見どころはストーリーそのものよりも役者さんたちにあると思いました。さすがは演技派の役者さん揃いだし、脇役も有名な役者さんが多数出ているので、彼らの演技を見ているだけでも楽しめます。言うまでもなく藤原竜也と松山ケンイチのこの2人はね別格ですね。性格の全く違う2人が一蓮托生もなるも、ところどころで齟齬が生じるやり取りには緊迫感がありました。特に終盤の藤原竜也さんはまさにザ・藤原竜也でね良かったですよね。藤原竜也が藤原竜也を演じている演技がもはやこれはお約束ですし、観客の皆さんもそれを期待して劇場に足を運んでいるんだと思いますよ。藤原竜也が演じるのは藤原竜也なんですよね。それを僕たちは見たいんだよね。そして女性町長を演じた余貴美子さんの開演っぷりもねなかなか忘れられないもんでしたよ。あれさ絶対にね自民党の片山さつきをイメージしてますよね。この彼女の体全体からにじみ出ている醜悪ぶりが見事に再現されていた胸くそ演技でしたよ。もしかしたら本作の役者陣の中で一番のハマり役だったかもしれません、この余貴美子さんのね、女性町長。そしていつも思うのは、この手の閉塞されたコミュニティの団結って、僕はね気持ち悪いなと思うんですよね。都会の人たちは冷めた目を向けて、こういう田舎のねど田舎の閉塞されたこうコミュニティの団結っていうのを冷めた目で見て半ばバカにしますよね。でもね、田舎出身の僕から言わせてもらうと、田舎ってそれがないと機能しないんですよ。都会には当たり前にある、もう例えばね、消防署すらなくて、地元の青年団が火消しをするんですよ。これ信じられないでしょう。田舎に住んでない人はね、多分びっくりすると思うんだけど、火事が起こったら、若者は仕事を休んで火を消しに行くんですよ。うん、田舎ってそうなんですよ。結局お金がないし、施設もない、消防署もないからね。税金だけは取られるけど。外部の人たちは誰も手を差し伸べてくれないから、自分たちで調達するしかないんですよ。そういう社会だと、互いを管理し合うシステムが必要になってくるんですよね。結局、ほら、青年団が火を消しに行ってくれないと、もうみんな全焼しちゃうでしょねえ、社会として成り立たないじゃないですか、その田舎では。だから、火事が起きた時に、若者たちが火を消すためにね、仕事を休んで駆けつけてくれるようなシステム、要するにそういう社会にしないと、やっていけないわけですよ。まあ、それを気持ち悪いと思う人もいれば、逆にそれがいいんだという人もいます。皆さんはどちらでしょうか。まあ、僕はね、まあ、気持ち悪いとは思うんだけども、これはしょうがないのかなっていう。だからこの都会の人たちはね、きっとバカにするかもしれないけど、それはやっぱり田舎の現実を知らないからだろうなとは思います。はい。まあ、そんな感じかな、ノイズ。で、結局ね、今回このノイズなんですけど、何がノイズかって、やっぱり原作を改変した部分がノイズになっちゃってるのかなっていうね、本末転倒ぶりなところがあるんですよね。僕、まあ、原作読んでないんですけど、ネタバレのね、サイトでネタバレの部分だけ読んだんですけど、うん、原作の方がやっぱ圧倒的にいいですね。はい。だからこれはね、別にいいと思うんだよね。ノイズを読んだ人たちは、それが、ノイズが作品が好きだっていう人たちは、もう一回同じストーリーであってもね、実写映画化されるっていうんであれば、同じストーリーでそれを確認したいわけですよ。別に、その改変とかね、オリジナリティなんて期待してなくて、もうストーリーの面白い部分はちゃんと再現してくれればいいんですよ。その一番面白い部分をいじってね、下手にいじって台無しにするなんてことは誰も得しないし、誰も望んでいないわけなんですよね。まあ確かにね、今回作り手の、まあ、脚本家なのか誰かわかんないけども、果敢に挑戦はしていますけど、その挑戦が今回は裏目に出ちゃったのかなって、そんな感じです。以上、ミステリー作家の七牛でした。それでは皆さんごきげんよう。バイバイ。